はい、新しいの161日目でございます。まあ、先週と変わったところというか、先週前だ、なんだっけ、風強いな、めっちゃ風強いです。野沢菜と春菊ですが、見事1週間で芽が出ております。何やら春菊ってのはなかなか芽が出にくいというか発芽しにくいらしいですね。ほんまにこれ春菊か。こっち野沢菜はいい感じですね。巻いたのがバキッとこう芽が出てるんですけど、この後どうするんですかね。間引きとかするんですかね。わかんない、よくわかんない。でももう10月中頃だけどね、取らなくちゃ。ピーマンまだ噂ってるけど大丈夫なのかな。取った方がいいんだろうけど、まあなんかまだ取れるからなんとなく。でももう花は一個もついてないね、さすがにね。花ついてないってことはもうこれ以上大きくなりようがねえってことか。ああ、と考えたらもうピーマン取った方がいいね。ナスも、ナスはまあなんだかんだで花があるけど、まあ全体的に葉っぱの勢いがなさすぎる。どちらもナスは失敗ですね。やっぱ安いナスの苗を買ったのが失敗だったのかもしれない。ちゃんとしたナスの苗を買って大事に育てるのが一番いいのかもしれないですね。ナスに関しては。はい、ってな感じで、私の161日目でした。まあ、芽がちゃんと出た、そうだ、あと、芽ブロッコリーだ。茎ブロッコリーはね、まあ、なんとなく、まあ、モンシロチョウの幼虫、青虫をね、取っているので、葉っぱが残っちゃいるけれども、これちょっと1週間ぐらい怠るとね、ズダズダにされてたりするのでね、こういう風にね、こうならんように気をつけて虫の管理をしていきましょうって感じですね。あの辺もね、ツルムラサキとモロヘイヤ、ここをね掘り上げで取って、ここ土をきれいにして、ほうれん草かなんか植えられるといいんですけどね。それほどやる体力がもうないかもしれない。あのままつるまさきが伸びるだけ伸びときゃ、もうほうれん草の代わりになるんじゃないかみたいな、そのところもあります。シシトウは未だに芽が、花がついてますね、シシトウ。なんでもシシトウはまだまだいけるのかな。一方でこの唐辛子はもうちょっと厳しいのかな。はい、ってな感じで新しいの161日目でした。ほなまた。